犬の飼い主について思う。ペットとして犬を飼う人が増えていますが、どれだけ犬にしつけをしているのか疑問になる行動が散見されます。犬のうんちがあちこちで見られ、遊歩道に設置された街灯の根元は赤茶色に錆び、強風が吹いたら今にも倒れそうに見えます。長期間にわたって犬のマーキングが繰り返され、環境の悪化が懸念されます。夏には子供たちが蝶やセミ、昆虫を追って遊歩道の花壇の中へ入ることもあります。犬に花壇の中でうんちやおしっこをさせる飼い主を見かけると、子供たちへの不安を感じずにはいられません。このような犬の飼い主の無神経さ、想像力のなさに呆れます。ましてや住宅地の中でマーキングをさせる行為などもってのほかです。犬に罪はありません。自宅敷地内でしっかり用を済ませ、散歩から帰ったら用を足させて家や犬小屋に入れるなり、飼い主が果たす役割は明確です。近年、住宅地が密集しています。通行人に対して気を使う必要があり、ゆっくりと犬の散歩ができる場所はなかなかありません。郊外など広いところに出て散歩する必要があるでしょう。飼い主の気遣い、マナーが同じ地区に住む住民との関係を良くし、飼い犬との散歩が楽しいものになっていき、町内住民との良い関係が築かれていくことを願います。